30秒でわかるヤノスチューカス MMA 戦績7勝1敗 6KO1 回の一本勝ちの完全決着型ファイター。ライジン参戦前では7戦7勝決着率 100% を誇り、イギリス、ルーマニアなどの団体で試合しています。ライジンデビュー戦では須田竜剛と対戦、しかし膝蹴りによるキャリア初の TKO 負け。再起戦ではその須田竜から勝利している。シビサイショウマとライジン44で試合が決定しています。